で今日は GoPro で、散歩動画を撮っています。で実はこの GoPro ねヒーロー10なんですよ、もう新しくねヒーロー9から10ができたんでもうすぐ、ポチってしまいましたがどうですかね。で音声はですねこれはメディアモジューラーの音声入力で撮っています。これ実は初めてちゃうかな、以前やった時ねメディアモジュラーの音声あんまり良くないように思ったんで、DAT とか外部マイクをねつけてたんですけど今日は、ヒーロー10とメディアモジュラーっていうそういう基本的なまあね最小構成とは言えませんがすごくこうちっちゃいシステムでやっています。今日はちょっとね天気があんまり良くないので、あんまりねこう画質がね太陽がすごく綺麗にこう出てる時はねGoPro ってすごく綺麗に撮れるんですけどこう今みたいにあんまりこうね光の量が少ないと、びっくりするような綺麗な動画は撮れないんですけどそれはそれでね、ヒーロー10を初めて今日来たんで、初めての動画として撮っていきます。いつものように今日もかな、いい風が吹いてますね。ただこういうマイクにとったらねちょっと厳しい状況ではありますね。この前から連続でですねカブでキャンプをしてますけどそのキャンプ場での動画をね、一番最新のやつではヒーロー9で撮ったんですよね。で当然夕方キャンプ場での動画となると夕方とかもう日が陰ってからとかですね、焚き火の動画とかねそういうものになるわけですがやっぱヒーロー GoPro っていうのはやっぱああいうとこ撮るのは当然やけど苦手やね。だからちょっとやってみたんですけどキャンプ場での動画はやはり次のキャンプの時は ZV-1 で撮ろうと思いますね。最高にいいのはニコンの Z でしょうけどそれはこれで重たいので次からはちょっとやっぱり ZV-1 で、なんていうのかなキャンプ場での焚き火とかね食事を作っているとことかその辺は撮りたいと思います。いろいろやってみるのはわからんもんじゃね。今ちょっとマイクをね、このモジュラーって前面と背面を切り替えるんですけどちょっと今間違えてましたね、後ろから話してたのに、モジュラーのねそういうのに前面のマイクを使うように設定してましたね。失敗しました。今はちょうど前面のマイクでしてるんでちょうどいいんですけどなかなかこういうちょっとした設定ね両面使えたらいいんですけどね両面じゃどちらからでも撮れるっていう風にしておいてくれたらいいんですけど一応これね切り替えなあかんのですよね。ということで次のキャンプではですね、ちょっとこうキャンプの焚き火台を変えるっていうのと違うのを持っていくというのと、それとまたですね、GoPro じゃなしに、動画をキャンプ場で撮るときは ZV-1 で撮るっていうようなことをちょっとしたいと思います。今音声はこれ背面から撮るというのに切り替えました。今回は間違ってないです。これが背面から撮ってる音声をね撮るっていう風に設定した場合の音の入り方ですね。これは当然手ブレ補正ジンバルとか使ってないんですよ。手ブレ補正が入ってるんですけどねただ普通の手ブレ補正やねこれ。
普通というかブーストとかほなんではないやつです。一番すごいやつのもう一丁手前のやつですね。あの向こうの山とか綺麗な、やっぱり天気が悪い時ってこう自然としては綺麗なね、まあ、という私もこれもちろんしたらね雨降ってくるんで、まあまあ早めに帰らないと雨に降られるのは嫌なんで、ちょっとウォーキングもさっさと歩いて帰りたいんですけどね。今からこれは公園の方へ入っていきます。いわきの桜つづみ公園ですね。本当にしばらく、まあね、秋晴れっちゅう感じで天気がこうスカーッと晴れとったら嬉しいんやけどな。そうしたら200ぐらいね、キャンプしてみてもいいんやけどね、近くで。今日もどうもありがとうございました。見てくれて。今日は 3.55km、まあ、歩きました。ステップ数は5870ですね。なかなか6000まで行ってませんが、まあこんな感じでしょう。そして血中酸素濃度は 93% ですね。まあ、あんまりこう意識して深呼吸せんと歩きました。はい、こんなとこです。またキャンプにも行きますのでよろしくお願いします。それではバイバイ。